関口芭蕉庵正門。関口芭蕉庵は東京都文京区関口にある史跡。かつて松尾芭蕉が神田浄水の改修工事に携わった際に住んでいた住居跡が元になっている。敷地内は芭蕉堂や庭園、池などからなっている。松尾芭蕉が二度目に江戸に入った後に受け負った。 神田浄水の改修工事の際に1677年から1680年までの4年間、当地付近にあった、流院庵と呼ばれた、水番屋に住んだと言われているのが、関口芭蕉案の始まりである。あとの1726年の芭蕉の33回期に、当たる年に、芭蕉堂と呼ばれた、松尾芭蕉やその弟子らの像などを祀った建物が、敷地に作られた。その後、 1750年に馬蕉の供養のために馬蕉の神筆の短冊を埋めて作られたサミダレ塚が混流された。また、竜院岩は、いつしか、人々から、関口馬蕉庵と呼ばれるようになった。1926年には、東京府の史跡に指定された。また、芭蕉280回忌の際に園内に馬蕉の区比が、混流された。馬蕉庵にある建物は、 第二次世界大戦による戦災などで幾度となく消失し、現在のは戦後に復元されたものである。現在では、講談社、後文社、キングレコードらが中心となって設立された関口場所案保存会によって維持管理されており、池や庭園などもかつての風情を止めた造りとなっている。蒸気出展、なお普段は正門は閉ざされているので、出入りは、 横の通用口からとなっている。蒸気支店 ABC 文京区ホームページ、江戸名所杖1927、ピアニッシモ598から59万9602から603、東京都の代表的な湧水環境賞。ありがとうございます。